栃木県によりますと、昨日午前、芳賀町の養鶏場から鶏が35羽死んでいると報告があり、遺伝子検査などの結果、鳥インフルエンザであることが分かりました。これを受け、県はこの養鶏場の周囲で鶏や卵の移動を禁止する移動制限区域などを設定し、昨夜から鶏の殺処分を行っています。栃木県内の養鶏場で鳥インフルエンザが確認されるのは初めてということです。